ご協力のほどよろしくお願いいたします。
ご関係の皆様、新年おめでとうございます。ただいま新潟の寒さで年数期間の申し込みを受け付けております。年数期間とはあなたの今年1年のご幸運を毎日新年で祈願することです。ただいま富士通りの赤い天井のところでお渡ししております。どうぞ今年のご幸運をお聞き。早い段階からね、あの前で見てくれてありがとうございます。今日のパフォーマンススタートしています。私パフォーマーのね、アトシと申します。やっぱね、ご一緒に楽しんで盛り上げていってくれたらいい雰囲気ができますんでね、よろしくお願いします。ちょっと最初はウォーミングアップも兼ねてボールを使ったお手玉ジャグリング等からスタートしていきたいと思います。でも寒くなってきたね。手が動くから大丈夫かな。サーカスとかみんな見たことある？ないないよね。せっかくやけどね、こうやって外でやるサーカスっていうのはね、なかなかないんでね。今日の僕一人だけなんですけども、仲間たちはね、別のところでやってるかもしれませんが、いろいろ道具持ってきたんでね、たくさんの道具使っていきますね。今日はね、これちょっとジャグリングウォーミングアップでやってるんですけども、メインのパフォーマンス、こちらの玉乗りと、あとね、フラフープを使ったちょっと変わったパフォーマンスともやっていきたいと思います。今からね、スタートになりますので、もしね、見てくださる方いらっしゃいましたら、ちょっとあの遠くで見づらい芸が多くなります。正面側のね、この中の範囲ですね。あの紐で大体正面が分かるようにしておりますので、この範囲に来てくれたら分かりやすい芸ですので、友達に集まってくれたら多分見やすいと思います。遠くだと分からないと思うんでね、ぜひお近くでご覧ください。紐の前が一番見やすくなっております。で、ちょっとね、変わった芸でしょうか。今ね、こういった風にボールをね、投げてるんですけども、この形覚えて、覚えた？大丈夫？今からこれが反対向きに回り合ってやろうか。よく見とってね、よく見とってね。いくよ。じゃあ、今から反対向きに変わったら、もしね、大丈夫で最初はね、こういう状態からスタートするんですけど、最終的にお客さんはね、500人くらい集まる予定なんでね、予定なんでね、目標がありますんで、このボール反対向きに回ったら、もし見てくれてる人いたらね、わかるんで、ちょっとリアクションをお願いします。拍手とか歓声とか何でもいいです。 3,2,1 で分かりやすくやっていきたいと思います。それではこれ覚えたらやっていきます。いきましょう。反対回転まで 3,2,1 反対回転。ありがとうございます。あ、よかったよかった、ありがとうございます。これ今日一番地味な技です。ここから置いただけです。ここからですね、いろんな技ちょっとやっていこうと思うんですけども、今日のパフォーマンスはですね、本当サーカスでしか見られないような芸がほとんどになっております。ちょっと僕もかなり危ない技やるんでね、怪我しないように頑張っていきたいと思います。でもせっかくいろんな道具を持ってきたんで、どん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 ね、使っていきますね。今日ね、こういう道具持ってきました。よいしょ。これで、ね、実はね、ちょっと変わった形してるんですけど、大人が2つついております。中国の方はね、ディアボロっていう道具になります。じゃ
これを使った技がねちょっと何個かあるのでそちらをやっていこうかなと思うんですけども、今から僕あの今日ねどんな技をやろうかなと思ってて、これを使って不思議な技と派手な技っていうのがあるんで、それぞれ1回ずつやっていきたいと思います。もしね皆さんがあこういうの見たいなって思ったらそこであの反応いただければちょっとそういうのをね多めにやっていこうかなと思いますので、皆さんもちょっとリアクションの練習だと思ってお願いします。あの大道芸僕一人では限界がありますんでね、皆さんのご協力が不可欠です。一緒に楽しんでいってくれば、ね、大変嬉しいです。それでは最初はねちょっと地味なんですけど不思議な技やっていきます。このコマの動きにご注目してくださると分かりやすいと思います。それではいきましょう。3、2、1、エレベーター、こんな感じです。なのでちょっとねこれは地味だったんですけど、次はもうちょっと派手な技いきましょう。それではいきます。じゃもうちょっと派手な技、3、2、1、ほっで、よし、ここに拍手がなかったら初めて。ありがとうございます。わかりました。僕このまま行くと大道芸やれるか不安で今からやっていきます。これなかなかこうやってね外で見る機会はほとんどないと思いますので楽しんでいってくれたら嬉しいです。ちょっと危険度がね一気に上がりますので僕も集中してね本当に気をつけながらやっていきたいと思います。もし僕がね落ちた場合は皆さんのそれはただの事故ですのでね、その時はね大人の方が119番とかに、ね、電話してくれたら大丈夫なんでよろしくお願いします。よし、ではねボールの上に乗るところから始めていきたいと思います。それでいきます。ジャンプで乗りますんでね、いきます。ありがとうございますそういうリアクション待ってました。じゃあねここからなんですけど、今日はねちょっと若干雨が降りそうなんでショートバージョンでいきたいと思います。僕はねこの上に乗ったからにはちょっと派手な技っていうのをねやっていくんですけども、今日一番危ないやつやってね、今日はちょっと短いんですけど終わりにしていきたいと思います。こちらのね道具皆さんよく知ってると思うんですけど、皆さんやったことありますよねきっと。こちらのね縄跳び用意しました。最後ねこの玉の上でこちらの縄跳びをね飛んでいくものを披露していっておりたいと思います。できると思う？頑張るよ、応援してて。いきます。じゃあ3、2、1で飛びますからね、もし危ないのが苦手な方いたら今のうちに止めてもらっても結構ですよ。大丈夫ですか誰も止めてくれなそう。ではそれではいきます。本当に雨が降ってそれではいきます。3、2、1、ほっ、よいしょ、ありがとうございます。ちょっとね今日は雨が降りそうなのでちょっと短めの日になったんですけども、皆さん楽しくね盛り上げてくれてありがとうございました。ぜひね今日のねすいません喉が今日の東海美術神社のたくさんねお買い物できるところからもありますのでね、一緒に楽しんでいってくれれば嬉しいです。また皆さんいろんなところでね僕やってるんで会えるの楽しみにしてます。楽しんでいってくださいね。ありがとうございます。